皆さんこんにちは、ワンダリングルーシです。信長の野望創造戦国立志伝、今回はですね、新シナリオをプレイしていきたいと思っています。今回はですね、いきなりご覧いただいているような全国マップを映しているんですけども、今回のコンセプトはですね、豊臣家再興ということでプレイの方をやっていきたいと思います。じゃあ何やるのっていうところなんですけども、今回はですね、1614年のシナリオ、大阪の陣のシナリオですね。こちらのシナリオからスタートをしまして、すでに大阪冬の陣は終わってます。で、勢力図的には全く、スタート時点から変わっていない状況ですね。秀頼で、今回のプレイするプレイアブル武将は大名秀頼、豊臣秀頼でプレイをしていきます。で、勢力図的には今お出ししていますけども、ご覧のような形で豊臣は大阪城ただ一つというところになっています。で、実はですね、大阪冬の陣夏の陣両方終えて、その時点から大阪城、秀吉が築いた非常に大きなね、巨大なお城、大阪城を頼みに豊臣家を再興していくっていうようなね、コンセプトでプレイしていこうと思っていたんですけども、実は今ですね、京極家がすでに大阪城に攻め込もうとしている状態になりました。大阪夏の陣を待たずにですね、そういう状況になってしまったので、ここからねゲームの方を実況してお届けをしていきたいと思っています。で、設定等々に関してはいつもと同じなんですが、一応おさらいだけしておきましょう。まず難易度設定なんですけども、超級です。で、ちょっと今ね、超級なのか普通なのか優しいなのかって出ていないんですけど、ご覧の通り設定内容は超級でスタートをしています。で、シナリオ設定はこれもね、いつもと同じです。領地リセットはなしにしています。大阪城が落ちてしまったらその時点でジエンドなので、領地リセットを云々っていうのも合ってないようなものなんですが、ここもいつも通りの設定にさせていただいていますというところをお伝えしたいと思います。環境設定とかね、このあたりはいつもと同じなので、割愛をさせていただきましょう。で、所属している武将とかね、そのあたりをちょっと簡単に見ていきたいと思います。まずは大阪城、豊臣秀頼ですが、ここには秀頼がいて、千姫、あとはですね、特筆すべきところで言うと、どうでしょう、高梨内ですね。今真田丸で出てますよね。真田大輔の森、役として真田丸の方でも登場している高梨内記、あとは石川五右衛門とかもね、実はこの大阪城に所属してます。武勇と知略がそこそこ高いので、豊臣家としては非常に貴重な人材になるんじゃないかなと思ってます。あと安家ですね。安家は信長にポルトガルだったかな、か何かが接見した時に献上した、黒人のね、人で、信長はかなりこの安家を気に入って本能寺とかに連れて行っていたそうです。で、本能寺から抜け出したこの安家が大阪城に入っています。あとはね、おなじみの毛利勝長、あとは真田信繁、雪村ですね。この辺りも健在です。というのも、先ほどお話ししましたけども、大阪夏の陣はまだ始まっていない段階ですので健在ですね。あとは大野春永、木村重成、この辺りも健在というところですね。あとは明石武信、森近、この辺りがね、この先豊臣再興のために必要な人材になっていくんじゃないかなと思ってます。で、まずはですね、大阪城の開発をしっかりして、で、その後今外交状況を出してますけども、有効な大名家とは同盟を結んだりとかしつつですね、敵対する勢力に関しては逐次攻略をしていきながら徳川家に対抗をしていくというのが戦略になります。で、今ですね、先ほど冒頭話したように、ここ京極家から京極忠敬5000の部隊が大阪城に目指して進軍中です。で、この後どれくらいの部隊が大阪城に
に進軍してくるかっていうのがちょっと読めない状況です。この京極5000だけであればもちろん大阪城の堅牢な防御力があれば跳ね返せるんですが、この京極に呼応して他の大名家が大阪城になだれ込んでくるようなことがあると一気にピンチになりますので、ちょっとそのあたりはね注視をしながらプレイの方をしていきたいと思ってます。では早速プレイの方を始めていきましょう。でですね、内政の状況とかもこの後ねターンが回ってきたらお見せをしていきたいと思います。やはり大阪城としては7500で攻めてきましたね。で今実はですね、馬でがない状況です。この大阪城まだなので、囲まれてしまうと出陣できなくなってしまうので、囲まれる前に出陣していきましょう。大阪城はですね、内政の状況は見れないまでも何があるかとかっていうのはちょっと見れます、まあ、こんな感じでそれなりに手広く広げていける領地はさすが大阪城あります。で大阪城は城門が3つありますよね。なので隊を3つ出陣させていく必要があります。まずは4200、これを秀頼に引き出せて出陣しましょう。出ます、まあ、秀頼自身はね正直言って弱いのであまり期待はできないんですが、あとは雪村、雪村に2000、これを預けましょう。出陣する。さらに毛利勝成、ここにも2000を預けて出陣。これで全ての城門を守れるんじゃないかなと思いますので、これで大阪城の防衛に当たっていきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です、報告いたします。今連合を作ったらどうっていう話が出てきましたが、今連合はとても作れない状態ですね、残念ながら。なのでいざという時のために朝廷工作はしっかりやっておきましょう。で、あとはですね、調略関係もしっかりやっておいた方がいいかなと思いますので、この周りのね、黒人宗系の勢力、お寺含めてには懐柔策を行っていきます。それとあと密談ですね。どこで密談可能かというと、柳生宗則、微妙だな。できれば接してるようなところがいいんですけどね。竜田城とかはこれは片桐家なので、まあ送り込む必要はないといえばない。であればどうだろう、丹波松平家か徳川宗家二条城、どちらかに派遣しておいてもいいかなと思うんですが、ここはじゃあ柳生宗則にちょっと送り込んでおきましょうか。とはいえ有能なというかマッチするのがないですよね。指導が道なので道なので、であれば南高坊天海の方に送っておきますか。天海は理なのでリーは誰かいるかというと、鎌田さん、薄田さんかな、薄田さんがいますね。薄田さんじゃあちょっとお願いしましょう。ここはで、あとは内政ですね。この先かなり厳しい戦いに特になっていくんじゃないかなと思いますので、ここはしっかりとやっておきましょう。で馬出をさっさと作っておけばよかったという話なんですが、馬出を作って労力を使い切りました。これ京極が来る前にしっかりとこの浅野家は潰しておきたいですね。これ浅野だって言うんですね。あ、小出家ですね、ごめんなさい。今攻めてきているのが岸和田城から出てきている小出家、小出義秀、統率63、武勇47、まあ、これがそれぞれ守備力攻撃力になりますけど、まあ強い武将ではないですね。あと三好正勝も大した武将ではない、今画面の右の方にお出しします。なのでこれらの武将をまずはきっちりと退けましょう。進むのです。自らがきっちりと城を守りましょう。今は敵の部隊はここに一人出てきてるだけなので、まあ、問題はないでしょうというところですね。で毛利勝長が、まあ、いざという時のためにちょっとこちらの方に1体配置しておきましょう。承知いたしました。で信繁はというと城を出て
後ろから回り込みましょう。後ろはマス型ももう作ってあるので、まあ、そこはね安心態度になるかなと思います。今ちょっとあまり見ないで副将を決めましたけど、奥義一戦持ちが2人いますね。ちょっともったいなかったかな。まあただ奥義一戦で1回でね、そのきついてください、混乱させられるかどうかというのは、この戦必ず勝ちます。行きましょう。おっと、ここで小出義秀隊が出てきたか。そしたらちょっと城の中に入りましょう。あまり兵を無駄にしたくないというのもありますからね。小出義秀自体はおそらくこのまま行くとここの城門から攻めてきそうな感じがあるので、ここに隊を配置しましょう。これは騎兵100で合ってるのかな、読み方。これも2つ被っちゃいましたね。ちょっともったいなかったかな。信繁がだいぶ削られてしまいましたね。後ほどご覧いただきますけども、大阪城には温泉の施設があったので兵の回復力はそこそこありそうです。これで決まりだ。天下に示す。小出義秀は上の方に来ましたね。これで決める。なのでここは早期に勝永も合流しましょう。お任せください。遊びは終わりだ。我らには勝てぬぞ。続いてください。これでまずは小出隊を撃滅することに成功しましたね。ここは引きます。あとは兵力の回復を迅速に行いましょう。で、決して兵糧もね十分にあるというわけではないので、かなりね節約志向でいかないと兵力もない、あれもない、これもないってことになりかねないので、そこはね気をつけていきましょう。で、京極高友が4600、京極忠敬5000、合計1万の部隊ですね。なるほど、1万の部隊をこの大阪城出ちゃう、今度は迎え撃つ形になりますね。ではちょっとね外交の方も本格化していきましょう。今片桐とはそれなりに就航状態にあるので、片桐勝元ですね、ここは早期に吉見を通じておきましょう。ちょっとでも興味を持ってくれているところに関してはガシガシと使者を送っていきましょう。敵視してるところにあえて行くかというのもあるので、まあ、そういうところはねちょっと無視しつつしっかりと外交をしていきながら当面の敵を迎え撃つ形になりますね。で、あとは先ほどお話してたところで言うと修復をまずはしっかりやっていきましょう。で、建設系でいくと今で言うとですね、ここに温泉施設があるので、ここに温泉を
利用した統治場を作っていきましょう。これで兵力の回復がだいぶ早くなるんじゃないかなと期待してます。であとはやっぱり兵力も欲しいので武家町も作っていきましょうね。でこうなってくると木材が不足してくるんですよね。今だとですね、ここにタタラ場あるので、鉄に関してはね、まあ、少ないながらも少しずつ手に入れることができるんですが、木材に関しては金を使って買い集めていかなきゃいけないところがありますので、そこだけねお金をきっちりと、まあ、出し入れにね気をつけながらプレイの方はやっていく必要があるかなと思ってます。では進めていきましょう。我が領内に敵が迫っております。さあでは出陣をしていきましょう。先ほどよりも兵力がちょっと目減りするのはしょうがないところにはなるんですが、ちょっとね副将を変えていきましょう。王位1000持ち2人かぶせておくよりも、そうですね、ここに五右衛門とかを入れておいた方がいいのかな。ちょっとここに五右衛門を入れましょう。弱いね、でもやっぱ秀頼は。出陣します。真田丸とかではね、秀頼かなり凛々しい、まあ、青年というかね若武者として登場していて、実際それを見た家康もねこれはちょっとまずいぞみたいな形になってましたけども、この信長の予防に出てくる秀頼、ご覧の通りちょっとねなんかマロ様的な感じがちょっと随所に出た風貌にはなってますよね。まあ、実際にはねかなり背も高くてかっこよかったというふうに言われてる節もあるようなんですが、まあ、ここがねこのままいくと非常に微妙な戦いになりそうですね。もう少しねきっちりと舞台を整えられればよかったんですが、王位戦持ちはその配置組なので方向と東抜け、まあこれでいいでしょう。何2体しか出せないって、今残された戦力はもうないか。まあ2体相手に2体だったらなんとかなるかなというところもあるので、ちょっとじゃあこのままやっていきましょうか。兵力がねこうやって回復力が遅くなってくると、大阪城を守りきれなくなってきてしまうので、まあ、そこだけはね要注意です。進むのです。で相手がどこに出てくるかというところをきっちり見極めていかなきゃいけないんですが、一体はここですね。兵庫忠敬があそこにいると。じゃあこれには秀頼が迎え撃ちに行きましょう。で続いてください。今は京極忠敬5000しか出てきてないけど、この先ちょっとどうなるかわからないので、雪村はこのままここに近辺に待機させましょうか。お、出てきましたね。であれば雪村は上から攻めてくるであろう敵に、もらった。で、ここを見るともうここは突破されそうですね。であればちょっと迎え撃つ場所をここに変えましょう。続いてください。で、このまま行くと雪村が到着より前に相手の武将が先に城門にたどり着かれてしまいそうなんで、ちょっと迂回させましょう。城門1個突破されたか。結構貴重なんですよね。城門が破壊されました。その首もらった。我らの攻めに耐えられるか。来たね、我に続け。
まあ倒せない敵の数ではないですからね。この戦必ず勝つ。これで決まりだ。お前は勝ち目はない。で上から来てる、上から来てるものに対しては雪村を差し向きましょう。お任せ。魂を探してね、我が覚悟であれば雪村は戻します。承知しました。そうすると向こうもまたこっちの門に来ると。この辺りは皆の力を合わせるのです。そんな感じになったもんね。これで決める。さあ城門に取り憑かれたのであそこで雪村を差し向けてそこで食い止めましょう。遊びは終わりだ。その首もらった。何が来ればさるお前おい。六門さんの旗冥府で語り草にせよ。どうしたかかってきな。さあここで兵力バランスがほぼ互角になりましたね。さすが大阪城だな。ただもうちょっと削られずに終えたいところなので、まあもう積極的に先行は打っていきましょう。この戦必ず勝ちます。我が重工我が者は決して逃さん。この武勇天下に示す。さあそろそろ城門が突破されるので秀頼は中へと立ちましょう。こちらの方はまだ城門しっかり耐久力が残ってますね。明かさないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。あの武勇天下に示す。城門が破壊されました。皆の力を合わせるのです。これで決まりだ。これで決める。よし秀頼の方はこれで肩がつきそうなので承知しました。力を合わせるのです。お任せ。これでもどれで組み立てこぎるってなるとさらに追加で兵の派兵があると厳しくなりますね。この武勇天下に示す。続いてください。行きましょう。さらに大阪城に8300の敵か。これはもうさっさと蹴散らしてちょっとね城門の解消というか修復をしていかないと早々にこのシナリオが終わってしまう可能性がありますね。皆の者続け。皆の力を合わせるのです。これが戦の作法よ。どうしたかかってきた。行きましょう。ちょっとここは表情を中断して修復ができないんだろうな。表情を始めましょう。今白攻めを受けてるのできっと修復はできない。あ、できるか。よし修復しましょう。木材がないので修復がままならない状況になってますよね今。ただこれに関して言うとそこは変わらずというところもあるので、悩ましいな。8000っていうのがどこから出てくる8000なんだ。この辺りかな。井伊家か。
E から合わせて8000。まあなんとか退けるしかないですね。金もなければ木材もないので何もできない。我が領内に敵が迫っております。合計1万3000の部隊が攻めてるんですね。これは大阪城最高、豊臣最高、難しいかもしれないな。第2話ぐらいで終わっちゃうかもしれないですね。そしたらもう急いで騎乗させて兵力の回復に努めましょう。ここはね、もう兵力の回復が1にも2にも重要になってきますね。で、あとは、城の耐久度ですね。援軍要請何もできない状態なので、まあ、耐えるしかないっていう状況ですね。我が領内に敵が迫っております。はい、というところでですね、まあ、ちょうど霧が良くなってますので、一旦ここで終わりにしてですね、次回は、大久保、E、まあ、この辺りの徳川審判系の大名をこの大阪城で迎え撃っていきたいと思います。ちょっとね、早速ご覧いただいていて雲行きが怪しいところも、あるんですが、しっかりと豊臣最高のために頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆様の応援よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。